こんにちは、速稼塾の久保です。どうですかこれ、みやぞんさんみたいでしょちょっとね、黒く染めてきました。まあこの年になるとね、白髪が目立ってきますんで、こうやって YouTube を見てると自分の姿をいつも客観的に見れますんでね、ちょっと助かってます。実はね、この動画を見た方が、後ろにハンパンマンの滑り台があるけどお孫さんがいらっしゃるんですかって聞いてきたんですよ。そうですね、私もね、孫がいてもおかしくないような年齢なんですけども、すいません、48歳になって初めて子供ができたんですよ。で、結婚も遅かったんでね、まあなんせね、私の人生40歳から始まりましたから。で、43歳で結婚してって感じでしたからね。ほんと全てのものは40過ぎてからいただきました。皆さんとのご縁もそうですしね、 YouTube も40歳からです。いや、パソコンが40歳からですよ。どんだけビハインドなんだって感じですよね。まあいろいろと申し上げましたけども、私は自学自習して、パソコンもインターネットもビジネスもやってきましたけども、いや、それはね、効率的ではないと思いますんで、やっぱり誰かに教わった方がいいですね。誰かに教わることによって、していない失敗をあらかじめ教えてもらうことができるんですよ。そして失敗っていうのはみんなね、似たような失敗をします。油断をしたりとかね、女性に絡んでみたりとか、それからお金が絡んでみたりとか、信用を裏切られたりとかね、裏切ったりとか、こういうことですよね。まあ大体似てます。だから誰かに学んで、誰かの失敗をやっぱりね、聞かせていただくっていうんですかね、そういうことがすごく大事だなと思うんですね。多分人間関係、恋愛、人生、ほとんどがそうじゃないかなと思うんですよ。転ばぬ先の杖と言いますけども、リスクヘッジっていうのは、このまま進んでいくとどんな危険が待ち受けてるかってことを先人に聞いて、もしくは先人から学んでね、本とかブログとかで、そして、用意しておくことだと思うんですよ。転ばぬ先の杖、つまりリスクヘッジですよね。私もこれからずっとそれをやっていくつもりでございます。そしてですね、前回は誰かの一人になる、悩みを聞いてあげるってことだったんですけども、花梨おばさんね、確かにその通りなんですよ。素晴らしいと思うんですよ。で、私のね、男女関係のちょっと話戻りますけども、大体恋愛のスタートって女性の悩みを聞くところから始まったような気がします、私はね。だから相談するってことは、一定の信頼関係を持っていて、いい答えがこの人だったら導き出せるんじゃないかなっていうふうな、そういう関係のスタートなんですよね。まあですんで恋愛に変わりやすいとは思うんですよ。特に何とかしてあげたいなっていうふうに、こちらも気持ちが入りますからね。そして解決できたことを一緒に喜んだり、解決できなかったことに一緒にね、まあ悔しんだりとかするわけなんですよね。そういうことによって、まあ心を共有するっていうんですか、女性にとってはとっても大事な共有ってものをそこに起きるんじゃないかなと思うんですよ。そして男性でも女性でも、自分の悩みにね、共感してくれること、共有してもらえることっていうのは、まあ、本当に救いになると思います。まあ男性の中で一部はですね、もうバシバシとしばかれた方がやる気になるみたいな人もいますよね。そういう方はね、ガチンコ相談室に行ってもらえばいいと思いますけどね。もうどんな相談事しようめった打ちにされるというね、プロボクサーの竹原慎二さんが、もうおめえが悪いんじゃろうがこの野郎とか言ってね、結局怒られるみたいなね、怒られてやる気になるみたいな、そんなね、しばき方もあるんですけども、まあ、今回のテーマといいますかね、動画の本題ですけども、まあ、モテるっていうことにね、またフォーカスしていこうと思うんですよ。モテるっていうのは一体何なのかって言ったら、この人なら何とかしてくれそう、この人なら悩みを解決してくれそう、この人だったら幸せにしてくれそう、この人ならこの人ならこの人ならなんですよ。だからね、無限の力を持っていること、そう感じさせることがモテるっていうエネルギーの秘訣になるんじゃないかなと思うんですよね。そしてそういう人はね、目立ちますよね。いつもポジティブで、いつも何かをね、挑戦して、いつも前向きで、どんな時でも諦めない、そして優しくいつも包んでくれる、こういう人にみんな憧れてると思うんですよ。で、いつも暗かったりね、態度が悪かったりとか、言葉遣いが悪かったり、何かにイライラしていたり、こういう人はなかなか人気者にならないんじゃないかなと思うんですよ。まあ、ですんでね、いつも明るく若々しく朗々とね、大きな声で話せるといいんじゃないかなと思いますね。私がやってきたのは多分それだけなのかなと思うんですよ。まあ空元気も元気のうちというね、そんなね、私の中の言葉があるんですけども、元気がないんだったらせめて空元気だけでもっていう感じでね、まあその絞り出すような覇気とか元気っていうのが、結局失わせない、元気を失ってないなこの人ってことで、まあ、信頼にもつながるのかなと思いますしね。だから多くの人が諦めてる中で、たった一人だけ諦めずにやり続けるってことも、信頼獲得のための重要なキーポイントだと思います。まあ、それがですね、だから結局一途ってことにつながると思うんですよ。まあ、この何かに一途、それは引いて言えば女性に一途みたいなところでね、やっぱり女性は一途な人が好きだと思いますからね。まあ、男性も一途な人が好きなんですよ。本当にね、いい加減な人でもいいやっていう時は、自分もいい加減な人であることが多かったりとかするんではないかなと思うんですけど、いかがですかね。
私はやっぱりね、一人に腹をくくっていくとか、一つのものに腹をくくっていくってことがすごく合ってるなと思うんですよ。そしてこれからもそれをするでしょうね。一点集中すると大体それを攻略できてるんですよ。ですからこれからも、まあ、浮気をせずに、天秤にかけずに一個のことを追求していく、これで、まあ、恋愛もね、ビジネスもやっていこうかなと思います。で、結果ですね、一点集中したものが自分のものになってきたら、掛け持ちでもできるようになってくるんですよね。だからまだ力がついてないうちはやっぱりとにかく一点集中、それはやっぱり男女関係にしてもそうですしね。で、私ね、結構ね、女性のことをよく考えるんですよ。それはなんでかっていうと、別のコンテンツでもお話してるんですけども、あのメンバーシップの方でもお話しますけどもね、あの私がなんでね、女性のことを考えてるかっていうと、あの大げさに言うと人類の半分が女性だからなんですよね。まあ、そう言ったら男性のことはどうなんだっていうこともありますけども、あと一つの理由として女性のことをいつも考えてるのは、それは異性だからなんですよ。自分の見ている世界には映らないものを見ているんですよね。例えばトイレに行くときだってね、男性用のトイレに私は 100% 行きますよね。女性は 100% 女性のトイレ行くじゃないですか。その瞬間もう見えてる景色違うんですよ。感じてること違うんですよ。で、それそっから始まってますよね。だからそう考えたら、本当些細なことから全ての景色が違って、受け取るものが違って、考えることが違うっていうふうに気づけるんですよね。で、例えばね、給料が入りました。何に使おうかなっていう時に、男性は真っ先にメイク用品、化粧品って考えないですよね。例えば生理用品とか考えないですよね。そういうことの経費は考えずに他のもので分配していくんですよ。でも女性はやっぱりそういったもの、ハンドバッグに必ず入れるものっていうのが優先になってきますから、お金の使い方の優先順位が変わるっていうのも当たり前のことなんですよ。だから女の人はすごくね、買い物に悩むっていうのはそれは当たり前のことなんですよ。だから男性は大きな気持ちでね、余裕を持って待ってあげないといけないし、ともすればね、その買い物に悩むことを一緒に楽しんであげないといけないかなっていうところがあるんですよね。ということで今回は男性と女性の差ということになってしまいましたけども、いかがだったでしょうかね。もっともっとね、男女関係のこと、恋愛のことを考えていければいいかなと思います。私も年甲斐もなく、まだね、あの今奥さん一筋になりましたけども、やっぱり異性のことを考えてるっていう意味では今でも考えてますね。異性になるべく感じの良い男になっていきたいなと、そして男がモテるためにはこうしろっていうふうにね、偉そうに言えるぐらいの、そんな人間になっていこうかなと思ってます。いってらっしゃい。